58年に東京地検が摘発した不正融資事件の総称。古昌白彦東京銀座でレストランレインボーを営む女社長である万内美信が千葉銀行の頭取りを務めていた古昌白尾彦と地遇を得たことをきっかけとして、古昌が1950年頃より坂内の頼みによりレインボーなど坂内関連企業に対して1955年初頭 頃までに総額6億1000万円に達する融資を行い、大倉省より警告を受けたにもかかわらず、不当に低い担保で4億4000万円の融資を焦げつかせた。さらに、万内が関係した会社の資本金を5000万円から1億円に増資する際に、古省と共謀し5000万円の払い込みがあったかのように見せかけるため、千葉銀行東京支店から保完金証明をもらい、 1956年5月法務局に大使嘘の登記を行ったことが、商法違反と公正証書原本不実記載に問われ、古城、万内らが東京地検特捜部から逮捕、起訴された。第一審である東京地裁は1961年4月、古城に対し懲役3年、執行猶予3年、坂内に対し懲役3年の実刑判決を下した。 この判決に対して、坂内のみが不服として控訴したため、古城の判決は確定した。第二審である東京高裁は、1963年11月、坂内に対して一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。これに対して、検察側が二審判決は、共犯理論について得意な見解を示しており、大審院判例等にも反しているとして最高裁に上告した。 最高裁判所は、1965年3月16日、検察側の上告を棄却する判決を下したため、坂内の無罪が確定した。この事件の発覚後、千葉銀行問題として、国会でも取り上げられ、古将が参考人として招致されるなどしたため、千葉銀行の信用は大きく失意。20億円の預金流出を招き、 事件前地方銀行預金量順位で65行中11位だったのが、事件後21位にまで転落したほか、大倉省から決算承認銀行に指定されるなど、1960年代半ばまで、業績は低迷した。さらに参考人招致と前後して古省が頭取を、辞任、1958年5月の株主総会で、大半の役員も退任する事態となり、 大倉省や日本銀行から、頭取りや、取締役を迎えざる得なくなった。特に第2代から第5代までの頭取りは、実に、約50年間にわたって、日銀出身者が頭取りを歴任するも、1997年に、プロパーである、早川常夫が就任して以来、今日まで内部出身者が、頭取りに昇格している。株式会社千葉銀行。 第3小点成長下での資金量拡大と有識版拡充。千葉銀行70年史。P44。2019年5月9日閲覧。衆議院会議録情報第028回。国会大倉委員会第30号。衆議院。2019年6月30日閲覧。衆議院会議録情報第028回。国会大倉委員会第34号。衆議院。 2019年6月30日閲覧。株式会社千葉銀行。第1章千葉銀行創立と戦後の再建整備。千葉銀行70年史。P26。2019年5月9日閲覧。株式会社千葉銀行。第2章日本経済の発展と投稿の経営第3節。第4節。千葉銀行史。 pp 296から2972019年5月9日閲覧ありがとうございます。